望遠病は皮膚科領域の悪性腫瘍。1912年のジョンティー望遠の論文から命名された。表皮内有極細胞がんの一型で境界が比較的明瞭で表層は紅褐色から黒褐色局面を停止。表面に隣接やかさぶた側を付着する。あらゆる部位に発生する可能性がある。死神でも診断できるが、 確定診断には組織学的検査が必要である。高齢者に後発する。原因は、ヒ素中毒、日光照射、免疫抑制状態、ヒトパピローマウイルスなどのウイルス感染、タール、皮膚障害、慢性皮膚炎などが疑われている。なお、日光の当たる部位と当たらない部位の発症率に差はないとする報告もあるほか、病巣組織からヒトパピローマウイルスは、 検出されなかったとする報告もある。指への発症感染、皮膚炎、白く燃やた虫などの心筋感染症と似ている。典型的には、徐々に拡大する。境界鮮明で不正型の後半が見られ、皮がめくれたり、かさぶたを伴う。白人の場合は後半であるが、有色民族の場合は褐色である。成人に発生し、特に60歳以上の老人に発生する。 日光による場合は露出部に発生するが、ヒ素やその他による場合は服に覆われている場所にも発生する。症状は放置すれば、不変の場合もあるが、通常拡大する。単発の場合もあるが、慢性ヒ素中毒の場合は広範囲の場合もある。診断には、慢性ヒ素中毒を念頭に置くべきであり、皮膚科医の診断が必須である。 慢性皮素中毒の症状は多彩で、天井、または微慢性色素沈着、天井、または、う適上白斑、小さい盛り上がり、下肢の血行障害、海洋乾燥した石を伴う改良などがある。原因が飲料水の汚染の場合は、地域的に多数発生する。内臓癌の合併もある。失神などと誤診されることがある。 望遠病の病理組織増防炎病は表皮に留まった有極細胞癌である。組織学的に不規則な有極細胞が表皮前層に見られる。表皮を超えての不規則の細胞の進行はない。表皮突起の幅の拡大、細胞配列の乱れ、核の代償不動があり、特に多角巨細胞や威嚇化細胞が混在する。冷凍療法。 局所の抗がん剤療法もあるが、切除可能であれば、手術的な切除が望ましい。進行は、通常遅いが、腫瘍化や改良が見られれば、できるだけ早く治療する。ありがとうございます。